まずはまあ、その芸能と言いますかね、また覚醒剤の話でございますけども、元 CCB の、え田口容疑者また逮捕ということでね。で、このまあ、元 CCB のですね、まあ、田口容疑者ですけれども、えっと、昨年の7月に、え自宅で覚醒剤を使用したことなどで、覚醒剤取締法違反で、容疑で、え現行犯逮捕されていたんですね。で、それがされてたのに、まあ、いろいろあって、で、また、でしょ だから、あの、覚醒剤の時必ず言われるじゃないですか。もう初犯で捕まっ、ね、逮捕されたとしても、すぐ出れたりするから、また再犯で捕まって、そこで今度、こう、ね、いろいろこう、刑が課されられて、はあの、刑務所とか入って、で、そこから出てきて、またそのね、あの、薬物依存の人たちと、こうね、こうなに、病院みたいな、専門のね、病院みたいなところ行かないとってなるから、一発目でもっと厳しくならないもんなんですかね、覚醒剤って。なんでここい 回目はちょっと緩いんだろうと思うし。